広島市における一原爆ドームの名で知られる広島平和記念碑は1945年8月6日8時15分に日本の広島市に投下された原子爆弾の悲惨さを今に伝える記念碑である。もともとは広島県の様々な物産を展示するための広島県物産陳列館として開館され、戦中から原爆投下島では 広島県産業奨励館と呼ばれていた。ユネスコの世界遺産に登録されており、平和を訴える記念碑として、特に府の世界遺産と呼ばれている。所在地は、広島県広島市中区大手町一丁目10。原子爆弾投下の目標となったあよい橋の東詰めにあたり、西から南にかけては元安川を挟んで、広島平和記念公園が広がっている。 北は、あいおい通りを挟んで、広島商工会議所ビル、広島市民球場跡地と向き合う。東側約200メートルの位置に、爆心地に否定される、島病院がある。元安橋越しに見た、広島県立商品陳列所広島市は、日清戦争で大本営が置かれたことを契機に、軍都として、急速に発展していった。 経済規模の拡大とともに、広島県産の製品の販路開拓が急務となっていた。その拠点として計画されたのが、広島県物産陳列館である。1910年に、広島県会で建設が決定され、6年後の1915年に、竣工した。1915年4月5日に竣工同年8月5日に開館した。設計は、 チェコ人の建築家、イアン・レッツェル。工事の思考をむくだくみが受け負った。ドームの先端までの高さは約25メートルあり、ネオバロック的な骨格にゼセシオン風の細部装飾を持つ混成様式の建物であった。レッツェルの起用は当時の寺田博之県知事によるものであり、寺田は前職の宮城県知事時代、レッツェルの設計した松島パークホテルを見て、 彼に、物産陳列館の設計を任せることを決めたと言われる。さらに同じ頃、レッツェルは、宮島ホテルの設計も手がけている。設計料は4,575円。当時広島市の土地は、壺あたり24銭から4円で、石膏の日東は90銭から1円10銭。新橋広島間の汽車の運賃は3等車で5円17銭。 一等車でも13円33銭であった。1919年3月4日から、物産陳列館で開催された、二の島ドイツ不良技術工芸品展覧会では、日本で初めてバウム空ンの製造販売が行われた。これは、第一次世界大戦中に、中国の陳島で、日本軍の捕虜となり、広島湾に浮かぶ二の島の二の島県駅所内、 不良収容所に収容されていたドイツ人の菓色職人カール・ユーハイムによるものである。1921年に広島県立商品陳列所と改称し、同年には第4回全国が視野大品評会の会場にもなった。1933年には広島県産業省励館に改称された。この頃には盛んに美術展が開催され、 広島の文化拠点としても大きく貢献した。しかし、戦争が長引く中、1944年3月31日には、奨励館業務を停止し、内務省中国四国土木事務所、広島県地方木材株式会社、日本木材広島支社など、行政機関、統制組合の事務所として、原爆投下の日を迎える。 愛用居橋からの被爆前後戦後間もなく撮影された、原爆ドームと広島市民を激励する、昭和天皇1947年12月、占領下の広島で、原爆ドーム前に混流された、平和記念塔、神道金と、原爆のお子。一番下が、音羽信子。現職アメリカ大統領として初めて、広島を訪問したバラク・オバマ。左は、安倍晋三。 右は、岸田文雄1945年8月6日午前8時15分17秒、アメリカ軍の B-29 爆撃機、エノラゲーが、建物の西隣に位置するあよ橋を、投下目標として、原子爆弾、リトルボーイを投下した。投下43秒後、爆弾は、建物の東150メートル、上空約600メートルの地点で炸裂した。 原爆炸裂後、建物は0.2秒で、通常の日光による、照射エネルギーの数千倍という熱線に包まれ、地表温度は3、摂氏000度に達した。0.8秒後には、全面に、衝撃波を伴う秒速440メートル以上の爆風が襲い、350万パスカルという爆風圧にさらされた。このため建物は、 原爆炸裂後1秒以内に3階建ての本体部分がほぼ全壊したが中央のドーム部分だけは全開を免れ枠組みと外壁を中心に残存したドーム部分が全壊しなかった理由として衝撃波を受けた方向がほぼ直上からであったこと窓が多かったことにより爆風が窓から吹き抜ける条件が整ったことドーム部分だけは建物本体部分と異なり 屋根の構成材が銅板であったこと。銅は鉄に比べて融点が低いため、爆風到達前の熱線により屋根が誘拐し、爆風が通過しやすくなったことなどが挙げられている。ドーム部分は、全体が押し潰されるほどの衝撃を受けなかったため、爆心地付近では、数少ない被爆建造物として残った。原爆投下時に、建物内で勤務していた。 内務省職員ら約30名は、爆発に伴う大量放射線被爆や熱線爆風により全員即死したと推定されている。なお、前夜宿直に当たっていた、県地方木材会社の4名のうち、1名は、原爆投下直前の8時前後に自転車で帰宅し、自宅前で被爆し負傷したものの、原爆投下当日に、 産業奨励館に勤務していた人物の中で唯一の生存者となった。その後しばらくはまだ窓枠などが炎上せずに残っていたもののやがて可燃物に火がつき建物は全焼してついにレンガや鉄骨などを残すだけとなった。広島の復興は一面の焼け野原にバラックの小屋が軒を連ねる光景から始まった。その中でドーム状の鉄枠が残る 産業奨励館廃墟はよく目立ち、サンフランシスコ講和条約により、連合軍の占領が終わる1951年頃にはすでに市民から原爆ドームと呼ばれるようになっていた。復興が進む中、全半壊した被爆建造物の修復並びに解体が進められ、当初は産業奨励館廃墟も取り壊すべきだという意見も多かった。新聞は、 自分のアバター面を世界に誇示し、同情を引こうとする貧乏根性を、広島市民はもはや生産しなければいけない10月10日付け、などと書き立てた。しかし1949年8月6日に、広島平和記念都市建設法が制定されると、高級の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島平和記念公園構想が本格化する。 1953年に所有権が広島県から広島市に移転される中で原爆ドームこと産業奨励館廃墟の除去はひとまず留保され、1955年には丹下建造の設計による広島平和記念公園が完成した。この公園は原爆ドームを北の起点として原爆死没者慰霊碑 広島平和記念資料館が南北方向に地直線上に位置するよう設計されており、原爆ドームをシンボルとして際立たせる意図があった。原爆ドームは原子爆弾の参加を示すシンボルとして知られるようになったが、1960年代には風化が進んで崩落の危険が生じた。一部の市民からは見るたびに原爆投下時の惨事を思い出すので、 取り壊してほしいという根強い意見があり、損耐の議論が活発になった。広島市当局は当初、保存には経済的に負担がかかる貴重な財源は差し当たっての復興支援や都市基盤整備に重点的に当てるべきであるなどの理由から、原爆ドーム保存には消極的で一時は取り壊される可能性が高まっていたが、議論の流れを変えたのは、 市内の大下学園祇園高等学校の生徒、梶山博子の日記である。梶山博子は、1歳の時に、広島市平塚町の自宅で被爆し、15年後の1960年に、あの、痛々しい、産業進む霊感だけが、いつまでも恐るげ、爆を世に訴えてくれるだろうか、などと日記に書き残し、被爆による、放射線障害が原因と見られる。 急性白血病のため16歳で亡くなった。この日記を読み判明を受けた平和運動家の川本一郎や広島ズ鶴の会が中心となって保存を求める運動が始まり、1966年に広島市議会が永久保存することを決議する。翌年には保存工事が完成し、その後定期的に補修工事が施されるなど、広島市単体での保存。 管理が続いていたが、被爆50年にあたる1995年に国の史跡に指定され、翌1996年12月5日にはユネスコの世界遺産への登録が決定された。世界遺産ブームの中、様々な年代、国籍の人が多く訪れるようになった一方、立ち入り禁止区域に入って落書きや悪ふざけをするなどの迷惑行為が問題になっている。 北側より、撮影1992年に、日本国政府が、世界遺産条約を受諾したことを契機に、同年9月に、広島市議会が、原爆ドームを、国の世界遺産候補リストに登録する、要要望する、意見書を採択。市長は、翌年1月に要望書を、文化庁に提出した。全国的な署名運動も始まり、 1994年に165万人分長の署名を添えた国会請願が衆議院参議院両本会議で採択された。1992年当初、日本国政府は世界遺産への推薦には、その遺産が国内法で保護されていることが条件であるとしており、原爆ドームは歴史が浅く文化財に指定できないため、 推薦要件を満たさないとして、原爆ドームの推薦には消極的であった。文化庁が消極的だった背景には、当時のアメリカ合衆国や中華人民共和国、大韓民国を刺激したくないという政治的配慮が強く働いていたが、結果としてこれが署名運動の盛り上がりにつながり、上記のような多数の署名者を得ることになった。 1995年3月、文部省は文化財保護法に基づく史跡名称天然記念物指定基準を改正し、同年6月に原爆ドームを国の史跡に指定した。これを受けて、日本国政府は同年9月に原爆ドームを世界遺産に推薦した。原爆ドームの登録審議は1996年12月に、 メキシコのメリダ市で開催された世界参委員会会合において行われた。この時、アメリカ合衆国は原爆ドームの登録に強く反対し、調査報告書から世界で初めて使用された核兵器との文言を削除させた。また、中華人民共和国は日本の戦争加害を否定する人々に利用される恐れがあるとして審議を棄権した。 審議の結果、原爆ドームは、文化遺産として登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。基準のみの適用で登録されているのは、例外的なケースだが、比較的歴史の浅い負の世界遺産にはしばしば見られる、傾向である。原爆ドームの健全度調査第5回工事で鉄骨の、塗り直し。 補強材の補修が行われている折り鶴タワーから撮影。建物内には原爆投下当時の瓦礫が散乱し、保存のために免震装置を下部に入れることに対して反対意見の理由になっている。また、外部から目立たないように補強の鉱材が入れられていることが上部から見た時にわかる。原爆ドームは単なる戦争遺跡というだけでなく、核兵器による 破壊の悲惨さの象徴、人類全体への継承といったメッセージ性のある遺産、犠牲者の墓標という性格を持つため、保存に際しては可能な限り破壊された当時の状態を保つという特殊な必要性をはらんでいる。作業は鉄骨による補強と樹脂注入による形状維持、保全が主であり、崩落や 落下の危険性のある箇所はその度に取り除かれている。定期的な補修作業、点検や風化対策にもかかわらず、経年による風化も確認されるが、他の世界遺産で施されるような一般的な意味での修復や回収、保全とは別種の困難が伴う。1967年に保存工事を実施。その後、 市民の募金と広島市の公費により1989年に補修材劣化の抑制を含む2度目の大規模な保存工事を実施した。1989年に行われた2回目の大補修以降、3年に一度の割合で健全度調査が行われている。2002年の第3回保存工事では、雨水対策や旧倉庫天井スラブに対する 保存措置が行われている。日本列島は常に地震の脅威にさらされているため、保存工事では大型地震に対しての耐震性も考慮されている。ただし、耐震強度計算及び工事計画はあくまでも理論上の数値に基づいているため、地震の規模や荷重のかかり方が想定外の場合、崩落する危険性を常に抱えている。 なお2001年3月24日の芸予地震では、広島市中区は、震度5弱の揺れに遭遇したが、この時は目立った被害はなかった。2004年以降、原爆ドームの保存方針を検討する、平和記念施設のあり方懇談会が開催されている。保存にあたっては、以上の4つの案が提案されたが、2006年に必要な劣化対策を行い、 現状のまま保存とする方針が確認された。2006年、原爆ドームと、その干渉地帯から道路を一本挟んだ、大手町一丁目の土地に、高層マンション建設計画が進んでいることが、明らかになった。周辺の景観が破壊され、同様の景観問題を抱えていた、ケルン大聖堂のように、危機遺産リストに登録されてしまうのではないかと、問題になった。 1988年の平和公園周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成南から、平和資料館、原爆慰霊碑、平和の明かり、川を挟んで原爆ドームと同一軸線上にある。原爆慰霊碑越しの原爆ドーム、広島電鉄、原爆ドーム前電停と原爆の日にすれ違った。 被爆電車 JR 広島駅から広島電鉄市内線のうち0号線、1号線と5号線を除くすべての電車に乗車、原爆ドーム前電停下車。この区間は今も走る原爆の被害を受けた被爆電車による平和学習のための貸切電車によく用いられる。なお、0号線や1号線では神谷町東電停、 本通電停いずれかの電停から、原爆ドームまで5分程度で歩ける。かつての電停名は、10日目標としても使われたあいおい橋だったが、原爆ドームへの行き方を尋ねてくる、利用客が多いことから、1974年より、原爆ドーム前へと改名した。アストラムラインの最寄り駅は、本通り駅であり、徒歩5分。広電バス、広島バス他の路線で、 原爆ドーム前、神谷町、本通りバス停下車。8月6日の平和記念式典では、平和大通りは交通規制が行われる。平和大通りを経由するバスは迂回運行となるので、注意。平和大通り側からは平和記念公園バス停下車。広島駅から、原爆ドーム前バス停に停車するバスの、行き先表示には、ビア A、ボムドームと、英語で記されており、 平和記念公園バス停に泊まるバスには、ビアピースメモリアル、パークと記されている。郊外路線や高速バスの発着する、広島バスセンターからは、徒歩5分程度。地下街神谷町車両の車両駐車場の、他広島センタービルの駐車場、エディオンお客様駐車場など、付近に大きな駐車場がいくつかある。ただし、土曜、日曜、祝日は混雑している。 観光バスに関しては平和記念公園内に駐車場がある。広島空港からはエアポートリムジンの広島バスセンター業に乗車すれば下車後徒歩5分程度。広島駅業に乗車した場合は下車後に広島駅の南口に出て前述の路面電車で行くのが一般的である。岩国空港からは岩国駅まで岩国バスに乗り山陽本線で 西広島か横川まで40の50分。西広島、横川からバスか路面電車で10分程度。ありがとうございます。